椿姫の教え、椿姫は、アレクサンドル・デュマ・フィスが1848年に、実際の体験をもとにして書いた、長編小説、ショー・デュマ自身による戯曲も書かれた。主人公のモデルは、かつて作者が交際していた、マリー・デュプレシという高級娼婦恋人、アルマンのイニシャルである、エーリーは、ショー・デュマのイニシャルと同じである。この作品は、人々に愛されて幾度も舞台化。 映画化され続けてきた。演劇に写実主義を初めて持ち込んだ作品でもある。19世紀中頃のパリ。夜の世界に行き、月の25日間は白い椿を身につけ、残り5日の生理期間には赤い椿を身につけたために、人々から椿姫と呼ばれた高級娼婦マルグリット・ゴーティエは贅沢三昧の生活に、心身ともに疲れ果てていた。そこに現れたのが、 友人に紹介された青年、アルマン・ディバルだった。青年の正直な感情に最初は戸惑いを覚えていた。マルグリットだったが、今まで感じ取ったこともない誠実な愛に気づき、二人は、相思相愛の中となった。マルグリットは、強楽に溺れる生活を捨て、パリ近郊にあるアルマンの別荘で、幸福の時を過ごすが、それは長くは続かなかった。息子の世からの噂を聞いて駆けつけた。 アルマンの父親がマルグリットに息子と別れるように告げた。それを聞いて彼女は驚いたが、それでも真実の愛に満たされた彼女は、アルマンの将来を守るために身を引く決心をした。パリに戻ったマルグリットは、心ならずも新しいパトロンを作り、高級商婦家業に戻った。事情を知らないアルマンは裏切られたと思い込み、彼女を災難で上げく、昇進のまま外国へ旅立った。 心身ともに傷ついた、マルグリッドの病状は、次第に悪化したが、いつか、アルマンと別れた本当の理由を知ることを願って、ことの天末を手記に書き記し、自分の死後アルマンに渡すよう、友人に託した。アルマンは、マルグリッドの帰国を知り、急いで、パリへ向かったが彼女はすでに亡くなり、埋葬も競売も、終わっていた。しかし、マルグリッドの手記では、 世間からは忘れられた存在となっていたが、最後までアルマンへの愛を唯一の希望にしていたことが書かれていた。入社作、椿姫のポスター、リトグラフ、1896年、椿姫は、小竜馬自身によって1849年に、儀曲化され、翌1850年に上演されて、大成功を収めた。以後も、現在まで上演され続けている。 主人公のマルグリットは、サラベルナールら歴代の女優によって演じられてきた。日本でも、初代、水谷八重子や三輪明広、坂東玉三郎、大地真央などが演じた。また、小説や儀曲版を原作として、オペラやバレエも生まれている。とりわけオペラはこの題材を、全世界へ広めた大ヒット作であり、日本でも毎年のように上演が行われているほか、半世紀以上にわたって、 多数の録音版や映像ソフトが発売され続けている。時代を第二次世界大戦中に置き換え、ミュージカル化もされたを参照。この小説は何度も映画化されている。有名なところでは、サイレント映画の時代のアーラ・ナジモバと、ルドルフ・バレンティノ版、トーキーになってからでは1936年のジョージ・キューカー監督のグレタ・ガルボ、ロバート・テイラー版がある、ナジモバの椿姫は、 存在感あふれ、死の床でのガルボのお演技は、神みつかりと言われた。ワーナーホームビデオの DVD、椿姫特別版には、両者が収められている。松坂慶子主演で舞台を日本に置き換えたのもある。日本未公開ながら、1981年に、イザベル・ユペール主演、マウロ・ボロニーニ監督で、拷問制作で映画化、3時間強の TV 版もあり、フランスでは、 tv 版を2枚別々にしてリリースしている。なお、役名は、デューマ親子、マリー・デュプレシコとアルフォンシーヌ・プレシスに変えている。1984年には、グレタス・カッキ、コリン・ファース、ベンキングズ・レイ共演で、英国で制作された。日本では、深夜に、テレビ放映された。1998年には、クリスティアーナ、であり、ミカエル公演、ロジェ・バンウール共演。 ジャンク・ロード・ブリアリ監督、脚色で制作された。日本では2008年4月23日に IBC より、椿姫世界映像文学大全集として DVD リリースされた後、テレビ放映もされている。ありがとうございます。